こがいい？すごい、もう30時間やってますよ。スーパーやり込んでますけど。どこがいいかな？ちょっと待ったよ。ちょっと待って、どこがいいかな？あ、これがいいかな？血が終わった後あたりから行こうかな。わかりました。ちょっと待ってね、その前に。ほう。まさか僕のために難易度を上げてくれましたな、か？ 今まさか僕のために難易度なんかやった？上げて。あ、逆か。僕やっぱ英語できちゃうからね。うん。これでさっきの血が終わって、その次の面です。あ、ブラッドの次のファーザーですバージね。ョンです。いや、まあこれはほら、物語はね、あ、まあそっか。こう逆に。岩田氏が脱出アドベンチャーとしてこう解けるかってところそうですね。脱出アドベンチャーのディレクターです。を、まあ何年やったんだって話ですよね、これ。わかりますそう、解けよ。るかって話です。まあただね、読んでないと、若干読んでないと意味が分かんない。ただね、ちょっとほら、一個面飛ばしちゃったじゃん。なんで、ちょっとここにつながるまでの話を、かいつまんで説明すると、あ、全然失礼ですね。さっき血だらけで出てきた子がいたでしょ？ピンクの髪の。そう。あの子がね、今このやってる、今こ今視点のがまた変わっして、て、ね、この子はオルガっていう女の子オなんルでガちすゃん。よ。オルガっていう子と次に出会うんだけど、ミキちゃんがね。で、オルガって子は、ちょっとね、医療用スキャナーみたいなの持ってたんですよ。まあ、よくあるじゃん、ピッてやると分かる。SF でね、スタートレックとかも出るんだけど、あれでね、ピッてやってみたら、なんと、さっき血だらけだった子は、被爆していました。そんな設定重が い、重 すい。ごいですね。そう。なるほど。で、被爆だったら、こう、ちょっと対処の仕方があるわ。あ、これ未来だからさ、そっか、そう。治せる機械とかがあるんですか、薬薬が。があるよ。で、取りに来てるっていう。あ、じゃあ今取りに来た場所の話。了解です。じゃあ読み進めてください。まあ、読まなくていいんだよね。あ、本当ですか。まあ、なんとなく、まあまあかいつままあ。んで。かいつまんで。うわ、じゃあ、したっけ。ブラッド。ふむふむ、なるほどね。まあでも結構、そんな難しい英語じゃなさそうだから、なんとなくわかります。彼女の父の病院だと。お、すごい。いや、それ、その通りです。さすがにわかりますよ。そう。 お父さんがそのお医者さんの医局って言ってるんだけどね、それの偉い人なんですオルガちゃん。あ、ごめん、喋ってる声は日本語なんですね。そう。なるほど。間に合うかもしれない。なんかちょっとかいつまんだ感じで言うと、多分父親の ID カードを探しに来たんじゃないですか。お、さすが、鋭鋭い。いね。今ちなみに僕あんま読めてなかったけど、状況的にそうだろうなと思いました。 ID って書いてあった。ちょっとちゃんと段ボールでしょ。あ、ちなみにこのね、カーソルの速度とかもね、いろいろ設定できるんで、つまり今が、早めの方がいいな。もっでもと？逆か、遅い方がいいのか。いや、ちょうどいいか。椅子、この椅子なんか、よく見る。会社によく置いてあるんですよ。父親のカップ。あ、カップもらえた。しかも、ちゃんとお皿まで。オブチェリオンカップ。おいしいんや。どういうこと？コクよ。ユーズしてもしょうがないな。まあいいや、一回。この話やめます。これ英語だとやっぱ難しいな。急に難しくなってる気がする。ここになんもないな。まあでもお父さんのね、ここはあの部屋だからね、お部屋というかその医局のね。多分、まあ普通に考えてもこれじゃないですか。お、来たね。なんかついてるんついだ、てまなんすかついてね。るでしょ。セムズロック&ウォントバッチ。 バッチなんですか。わかんない。リーダー、フラグメントリーダー、指、指紋認証なのかお、鋭いね。な。でも、ダメだと。マじイゃあ、わかりました。フェイルじゃん。じ
そうか、じゃあお父さんの指がお父さんの指を取ってこないもうでも僕どこまでそのあのこの物語がスプラッターなのか分からないからありえんのかもしれないなと思ってちょっとどうなんだろうと思ってましたけど、お父さんのお父さんの指持ってきてこの子すごいよねお父さんの指あったわっつってそうそうそう平気な顔してるああ煙突なんか書いてますね。ラップトップ未来でもやっぱこのノートパソコンはこういう形なんですかね。うん、まあ、ここはさ完全にさあの未来って言っても、はい、ほらあの地上のさなんていうかその生活から切り離されちゃってる部分、ね、あ、じゃあ技術はそんなに進まないというか、そうそうそう、うん、まあ偏りは出ちゃうんじゃないかな。うん、アイテム2個もらったから一応星なぶたろう。メディカルテープ、あーもう分かっちゃった。もう僕やっぱいやすごいやっぱまあだからパターンだよね。そうっすよね。やっぱ僕舐めちゃうんだよな、うん、ちなみにやり方が分からない。これを使うこうでしょ。うん、そういうことです。僕の予想いいですか、うん、お父さんの指紋が欲しいから、うん、お父さんの使ってたカップに指紋がついてると、うん、これにテープを使うことで指紋が取れる、うん、そういうことですね。これですわ。いいですね。ちなみに、はい、このステージは結構ね、はい、PSP 版出した後にみんな分かんないよ、クリアできないよってあ、まあそうっすね、いう意見が多かったステージなんですよ。ほう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 。つまりヒントか。いやいやいや、ヒント見ないで、ヒント禁止でお願いします。僕は見なくていいか。はい、分かりました。これでいけるでしょ、うん、オープン。え、合ってた今。合ってた、合ってた。エナジードリンク、お父さんのエナジードリンク飲んでたんだよね。エナドリ出てたの、うん、メディカルブック、間違いない、よく覚えている。だって間違いない、よく覚えてる。オルガ、何度言ったらわかる。このゲームはね、この探索シーンとアドベンチャーシーンがすごくこう融合してるんで、はいはい、そうですね。今シームレスに変わりましたよね、うんうんうん。でもではない。まあお父さんにね怒られてるんでしょうね。なんかしちゃったんですか。なんかしちゃったわけじゃないんだけど、まあ、前もうちょっと勉強しようぐらいなことですか、うんうん、ちょっとこの辺はね、うん、読まないであえて飛ばしていきますけども、うんうん、まあ英語なんでね、もしかしたら後で読める人がいるかもしれない、うんうん、お父さんが大事にしてた本なんだよ。なるほどなるほど、うん、この本に何が書かれているのか、うん、お、あ、でもカードがある。え、あ、本はもらったけどアイテムではない、ね、え、本は取っただけ、抜けて、あ、そうなんですか、うん、ID カード、え、ID カードもらいに来たんですよね、うん、終わりじゃないですか。なんであげてんの、こう、いや、これほら、あのね、そう、あのどういう状態になっているかというと、はい、地下都市で何があったか分かんないんだけど地震とかがあって、なんか今地下世界が地下都市が崩壊寸前みたいな感じになってる。それであのやっぱ足挟まれちゃったのか。そう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 、なるほどなるほど。これの棚伏せなのか、カードちゃんと調べられるところはね、あの、そうそう、丸が出る。丸が出るから、うん、丸が出たら、調べましょう。うん、出ないですよ、そのとこ。そのところかな、もう。まあ、そこ一択です。やっぱりロックされてる。やっぱりロックされてる。ああ、じゃあ数字だ。なんだろう。うわ、うわ、来たー。もう、え、これ、これだけってことを、なるほど。本当はここにデジタルディスプレイがあって、うん、数字が書いてあるんだけど、壊れてるってことですよね、うんうん、壊れちゃってこの表示になってると、うんうん、一応このカードを見てみようかな。このカードとかな、ね、意味ないか。でもさっきのなあの面のこと考えると僕テープぐらいを使えんじゃねえかと思っちゃうな。
あ、ないな。え、やるしかない。なんでしょう、これな、ここに数字がある、デジタル数字は、え、これ無理じゃない？わかるかな？まあ、まあね、最初まず入れてみるのがいいですかね、うんうんうん、7かな、このこういう形で、うん、で4、いやでもこれなんだろう、ここなんか Y 文字みたいになってる、これ何ですか、下にあるって違うか、うん、7 4ハイフンがあって44とかできた。え？何桁入れましたっけ？ 4 桁か。じゃあ4桁なんだ。時計内でいいですか？まだ足りないでいいですか？僕の頭が足りてないのか、情報が足りてないのか分かんないけど。どっちだろう？ちょっと、もうちょっとだけ調べます。まああれだよね、こうさ、脱出ゲームのさ、はい、ってさ、こう、やってる人、分かってる人から見るとさ、はい、この悩んでる人のやつ見るの面白いんだよね。そう、わかります。僕も、その、脱出アドベンチャーの実況してる人の動画とか見るんですけど、うん、いや、めちゃめちゃ面白いです。めちゃめちゃ面白い。分かってる人から見ると、ちょっとね、こいつ何言っちゃってんだろうなっていう話ですよ。何言ってんだっていう。え、嘘、なんかそんな簡単なこと、縦横、ちょっと待ってくださいね。え、アハ体験するか、123214とか、え、どういうこと、なんか分かるかこれこれノーヒントすごいな、マジで分かんないんだ、ちょっと待ってください、考えて、でかい丸があるんですよ、これ絶対大事で、こことここにあるでしょ、縦上を上、縦縦下上上、そんなに難しいことあるかな、あ、まだ始まってすぐだからね、そうですよね、そう、そんな難しくしない、え、多分さ、目をさ薄くしてみ、こうなんか目を薄くしてみたら分かるんじゃない、本当ですか、そういうレベルのことは全然分かんない、え、これがノイズすぎてやばいんですけど、このでかいの絶対意味ありますか、そこさすがに意味ないくてこんな言えないじゃないですか、意味ないっていうか、今意味あるけどさどういうこと、だって普通そこだってほらデジタル数字だから上とか真ん中とかそこあるでしょ、はい、横線、横線あ、そのこうね、普通に考えたらそうですよね、うん、がなんかこうなっちゃってるじゃないですか、うん、壊れちゃってるからね、気持ち、いや、そ、壊れてたらもう分かんないですえ、ちょっと待って、これリスナーさんにちょっとなんか、あの、知らない人、クリアしたことない人ヒントくださいクリアしたことある人はネタバレになっちゃうんですけどクリアしたことない人ならいいでしょ、え、でもマジで分かんない、これ難しいな、まあ、ここはね、難しいって声は確かにってことですよね、生まれたってことはそうなんだ、うん、ただ、わかるちゃんはわかると思うよね、さすがに、わかるちゃんはわかんないですよ、わかるちゃんはわかんないです、わかるちゃんはわかんないです彦道とかね、この辺、うん、適当に教えあっちゃうんだから、うん、え、4桁だよね、1、2、3、あ、3桁、え、3桁、すごいパニックです、僕今、うん、
4回押したじゃん、うん、あんま気にしない方がいい。嘘、それ気にしないの。わかんない、じゃあちょっと待って、また考えよう。本当に難しいですよ。じゃあ分かったよ。皆さんじゃあ本当に特別にヒントを見て、はい、いいですか。いいです。そう当たりがおすすめです。やばいですそう当たりやばいな、この桁。まあこういう時はダメのね。そうですよね、ヒント機能だから。メディスンルームロックですよ、うん、じゃあ英語だから、まあ、一応ね、うん、僕がね、ザ・ミステリアス・ラインズ、謎のライン、スクリーンに乗って謎のラインは、どうやらぶっ壊れてるナンバー。デジタルナンバー、うん。あ、2ページ目がある。あ、よかったよかった。で、コネクティングデム、シュルフォーム、あ、3デジットナンバー。3桁のデジタルナンバーだよって言ってますね。つなげると。コネクティングだから。コネクティング、つながっている。全部シュルフォーム。つながっているそれらは3桁のナンバーになるよってことですね、うん、あ、なんか今ヒント画面のさ、はいはいはい、その絵があったじゃん。それすごい分かりやすい。ここの画面だと見やすいってことですか、うん、ちっちゃく凝縮されてるからさ。あ、もしこういう視点で見ろというか、うんうん、いや俺本当に分かんない。え、分かるの、みんな。3桁だよね、でも3桁だから3個なんだよ。え、なそろそろアハタイトルいくんじゃない。なんか分かんないのがどういう風に壊れてるかなんですよね。単純に映ってないだけなの。6、7桁かと思ったら3桁って言ってますよ。そうですよね、これだけ見ると6、7桁ぐらいあるのかなって思ったんですけど、だから多分もっとでかいんだ、1桁が、はい、で、合体するってこと。お、ここら辺で合体して数字になる4 1。嘘でしょ。いいっすか。いいっすよ。いや、さすがにですよ。7、僕ここが7だと思うんですよ。このね、この辺がなんか全部左に寄って7になる。でこの辺が合体して4になって、ここが1になる。お、ああ、間違えた。ゼロ押しちゃった。ゼロ押しちゃった。エンター。いったいった。いや、これわかんない。これわかんなくないですか。すごいな。マジか。いや、でも、ああ、そう。まあ、ここでね、はい、要するにこのくらいな、はい、の一回ぶつけといて、このゲームはこういうもんだよと。まあ、確かにそれは大事です。うん。うん、なるほど、ちょっと今すごかったな。ラウンド、アイちゃん、オープンディスコです。ありがとうございます。解けてよかった。これ？え、また？また数字だ。また数字だ。ID スティーブン。8スペースロング。ヒットはどうですか？続いて、なんか新しいキャラ出てきました、うん、これ。お前こそ、なんでここに。その ID カードはどこで手に入れた。お、そのカードどこで手に入れたの。その先、え、まあ、ちょっとこの辺のね、話は実際買ってもらって、見てもらった方がいいですかね。うん。うわ、暗号表みたいに来ましたよ。ビンゴ大会かな。ビンゴ大会の最中に、ビンゴ大会の最中にもらったやつかな。
おお、またサーチだ。え、結局今のやつを探すみたいなことなの？あ、コマンドある。Look at the key。キーを見る。あ、暗号を見ると。この暗号、それには4文字のワードが必要だ。あ、日本語で言ってくれるから分かる。4文字？何か4文字に心当たりはないのか？え？そんな4文字に心当たりないのかって僕に聞かれても分かんない。あるでしょ、心当たり。え？ 4 文字ですか？なんだろう、サクビ、ミスサク。ビームタイプにしか見えないな。キー、ゼロ。これなんすか？これ、どうするんだ？まあ、もうこれ開けろってことですよね、うん。まあ、これのためのね、ヒントをあの子が持ってるんです。持ってたっていう。これだったところですか、うんうん、え、何？これだけで解けます？解けますね。OK、じゃあ、頑張ります、うん。あ、これだけっていうか、まあ、これ、これだけかどうかわかんない。まあ、これプラス何かで解けます。まずね、8桁。で、4桁4桁で分かれてると。このカードをなんか見るとかって言うんじゃないですか。そんなにとか。まあ多分アイテムは使わないんだろうな。あ、画面大丈夫でしたね。よかったよかった。じゃあ他の場所も調べれるかどうかだけ見とくか。ないよ。ないですよね。うん。ってことは、さっきのこれと、これだ。うん。ちょっと考えよう。A、70083523。It means a four letter words.4文字どういうことですか？話を聞いてなかったんですけど、どういうことですか？これに、まあ、要するに4文字、4文字のワードを知らないかって言ってるんですよ。それが、うん、これを解く鍵になってる、うん、4文字のワードは何か？オルガじゃないですか？なるほど。どうですか ？OLGA でしたっけ？なるほど。わかんないけど、お父さんがだって、そうそうそう、お父さんの部屋ですもんね、うん。だから自分の娘の名前を使うとか、うんうん、ああ、なるほどね。よくあるよね。よくありそう。誕生日とかね。そうそうそう。うん、でも OLGA ねえの。まずそこだ。さて、あ、ああ、惜しい。クパニになっちゃいましたね。さんの名前を使うかと思って。うん、いや、まずさ、この、あれだよね。この暗号表が何かってことだよね。どう見るのかっていう。ああ、そうですね、うん。何を意味してるか。うん、A の列に70083523書いてあると、うん。どういうこと？どういうことだ？同じ数字あったりはしないですね。70083523。4文字。A か。これで。すごいな、難しいですね。難しいですよね、これ。ちょっと考えよう。A かな、何ですか、とか。うん、ちょっと70053なら入れてみるかするか。70083でもさ、70083、あ、
さんと、まあ、入れた時になんか分かるかなと思ったんですけど、まあ、ここで渡れるぐらいしかないですけど、うん、多分違うとさすがにね。AFKPU、 この AFKPU について何も言ってなかったですよね、彼女たち。うん、彼女たちは当然のごとく、ああなるほどって言った。これはあれのことか。25文字になってる。どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。ちょっと待って待って待って、25文字。さすがリスナーさん、鋭いね。そう、25文字になってるの、これアルファベットは26。ああ来た、 A B C D E F G H I J K ですよ。来た来た来た。でさっきの僕のオルガ、オルガ合ってる、オルガ合ってるかどうか分かんないけど、オルガオルガ行きますか、オルガ行きましょう。オルガ行けないと思ってる。いやだって A A ってあそこにあって A はだって、いや A ぐらい使わせてください。あ、本当使えるな。数字になってないじゃん。そっかそっか。いやー、あかねこのりさんすごいっすね。よくわかりましたね。僕それ言われなかったらマジかなと。で4文字か。で4文字か。4文字なに？お父さん。お父さん、ファーザー、パパ。パパはないよ。で、また A 入ってるじゃん。オルガーズ、ファーザーズ、アギカ。4文字はマジでこれ、ストーリー読んでないと分かんないと思う。いや、そんなことない。さっきから岩田くんはもうずっと目にしてる。考えましょう。見ないとこ。目にしてる。目にしてる。目にしてるはちょっと、あれだとな。惑わされてるかもしれない。アイテム、カード。目にしてる。ああ、なんか書いてある。イコンって書いてありますよ。これじゃないですか。来ましたか。本当ですか。こんなちっちゃく書いてあることやるんですか、このゲームは。何やると数えよう。F なので南市 EFGHI 57。これ覚えるの大変だな。57 C ラメ08。これって途中まで入れて大丈夫。O でしょ、 OP だから54、うん、N ちょっと N、 これ額が出るな。ABCDEFGHIJKLMN ですね。LMN だから60みたい。これどうだ、5 7出た。これ言ってる人。これ少女キャリバーで言ってる人いた。気づいた今。これですか。これだった。これのことだったんだ。なるほど。いや、 やられました。見てたんだな俺。なんこの数字を。いや、言ってる人いたんだよなこれ。なるほど。謎が解けた。謎解けました。もうすっきりですねこれ。だいぶ良かった今の。声優さんも言ってますよ、5708号。大事な数字なんだろうな、よっぽど。なんだ、あ、ごめん。コメントで出てますよ、これ26文字で Z ないからって思って外しちゃったって。確かにあそこの右下に1文字なんか多かったら怪しいっすよね、うん、26で分かるかもってあるけど。なるほど。でも確かにあのABC の並びは怪しかったですね、うん、AF って5桁ずつでこうなってるから、うん、いやー、まあ、解けたこんな
感じですよ。かったです、まあ、これがまあすごくこういう感じでどんどん進行していく。いやこれ いいと思います。これ1日1ステージクリアするだけで何日楽しめるか分かんないですよね、うん、そうそうそう。いやこれすごいな、うん、えこれいくらで売るんですかリメイクは。フルプラ、いや、あ、4000、ダウンロード版とね、パッケージ版もあるんだよ。あ、そうかそうか、パッケージ版の方がちょっと高くて、ダウンロードがね、3990とか、そんなじゃなかったから、いや、いいちょっと適当なこと言っちゃうと怒られちゃうけど、あとでちゃんと。はい、そうしよう。